どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、こちらトミーテックさんの新製品展示会に、お邪魔させていただきました。主に N ゲージ、あとバスコレとかもね出されてますので、それの新製品を、今日は見せていただきたいと思います。じゃあ行ってきます。センサー、これそれぞれこの下にセンサーとか書いてあるけど、完全にもうこれセンサーで感知して自動ですよね。これ新制御システム。行ったね。左と右行ったね。おー、ぶつかっちゃう。大丈夫でした。大丈夫だった。まずこちらにあるのが、新しい新制御システムということで、待って、今3つ車両がね、3列車が同時に走ってますよ。これすごいね。同じ温泉場を3つの車両が、すごい。ちゃんとここ駅でほら止まって、こっちが走り出したよ。ピンポイント、ね、ポイントもね、ポイント自動で変わった。今ここポイント今自動で変わったよ、ちっくん。ほら来たね、ここ。勝手に変わったね、今ね、自動で。本当だ、すごいぞ、これは、ね、絶対ぶつからないんだ。止まってる。だって今ほら誰もさ何も触ってないもん、あっちの奥かな。もうだからあらかじめいろいろプログラミングなのかな、これはして、だからもう永遠にというか、ずっとこのまんまで勝手に走ってくれるんだね。また来たね、すごいね。ね、すごいね。ここぶっちゃうねと。ぶつかんないよ、それ。ぶつかんないようにできてんのよ。これ大丈夫？大丈夫。組み方次第でね、またね。まあ、うまいことね、このちゃんと生きるように、この新制御システムが組みたいですけど。カチッと言ったね。ポイントがね、ここカチッて変わるね。反対向き。今度また違うパターンのね、これ走行のあれかな、モード。大丈夫。これ単線の時のね。大丈夫。ぶつかんないんだってね。え、行き違いこう制御されてますね。お、大丈夫かな。止まった。ぶつかりません。大丈夫だね、すごいね。トミックスで選挙、全国各地で活躍する JR7 社の DE10 をトミックさんが発売されたと。で、それのこれ今第1次投票が終わって、店頭の予約数だ、 JR 西の国の紀伊国シーサイドが1位なんだ。で2位が JR 四国アイランドエクスプレス四国で、3位が北海道の釧路湿原の6個。1位に輝いた車両は2018年夏発売製品化されるということで。なるほど、だからこのまんまもし紀伊国シーサイドが優勝したら、これ1224期紀伊国シーサイドが製品化されるんだ。順位の順番だ、今の中間発表の1位のね、これ紀伊国シーサイド。これさ、なんか実物見てる方がいいね。カラーリングがやっぱちょっと写真で見るのとまた色味が、E7 系みたいだね、これね。かっこいいね。子供にもなんか人気出そうですね。渋いなと思ったけど、全然この新しいね。アイランドエクスプレス結構好きですよ。ハイパーサルーン、 JR 九州、そしてこれ JR 東ですね。 DE10 の線路茶色そしてこれが JR 貨物ですね。 JR 貨物新更新車 B、 そして JR 東海の
東海仕様ですね。で、新しいやつがね、JR225 の5100番台。前ほら、関西のトレインビュースポットって言って見に行った時に、一番新しいね、車両でいましたね。なるほど、なるほど。京葉臨海の KD55 ディーゼル、四季をね、引かせたいですね、特大貨物。ねえ、合う、あ、絶対だって合うもん、京葉臨海だから。わあ、HO いいね。ねえ、EF64 の。持ってるね。あ、持ってはないと思うよ、ちっくん。ねえ、これやっぱ HO のこのサイズ感、やっぱこう隣にあるの見比べると N ゲージとのね、このサイズ感の差と、やっぱりまあ大きい分細かいところまでね、もっと作り込めますからね、いいね、HO もね。ねすごい、これ厳美だ、厳美新幹線。これさ、あ、すごいよ、これほら完全にさ、厳美ってこの片側がね、あのドアとか窓ないんですよね。あ、ドアはあるか、片側が完全にこう窓がね、ないんですよ。もう中がそう現代アートとかの美術館みたいになってる新幹線だから、だからそれもちゃんと、これもう本当に金型とかも全部ね、一からこの厳美のために作ってって感じですね。やっぱ車体のね、このところにもこうね、アートなね、ラッピングされてますから、細かまだ一応ね、監修中ってことで一応変わる可能性もありますが、でももう9月発売予定で作られてるんですね。これ何系？新幹線。新幹線 E3 で、E3 E3？ そう、もっと E3 の、でも全然違うもんね、もう古希106の大和運輸コンテナ付きだって。へえ、ネコロジーエコロジーとかけてる古希。へえ、これかわいいね。まあ見るもんだからね、よくね、皆さんね、貨物近い方は。模型化されてないやつもたくさんね、あのこの紙で出てますね、インフォメーションで。ねえ、キハ82いいですね。あ、ゴーパーさんがある、ゴーパーさん、ゴーパーさん、このありがとう583で出るのか。あ、4%5のハウステンボスもラインナップ、あれ目立つんだよね。マリンライナーいいね。外下面白い、クーラーの小さい E2-500番台、山手線の初期型を再現と。あ、209、2100。千葉でね、千葉の方で、房総の方で走ってますね。さあさあさあ、こちらバスコレもね、続々と新製品が出ておりますね。え、線路、そこ線路あった、広島バスセンター開業60周年記念セット。あ、これもう7月ですね、今月の。ちくん、これちょっと大きいバスあるよ、ほら、南海バス堺シャトル。おー、南海バス、こんなゴールドなのね。まあ、西武バスはね、結構見ますね。すごい、全面が白 LED。 消防車とかあるじゃない、あら、うん、いいな、いいね。かなり、これはあれですね、トミカよりかなり小さめのね、サイズ。 N ゲージと同じスケールなのかな。だから、まあ、N ゲージでやる場合はこっちの方がよりリアルに遊べるんじゃないですかね。北総の9000が、おー、嬉しいね。これは鉄コレですかね、今は見れないですが。あ、出た、しず鉄さんのね、新車両、まだね、乗れてないんだよ。いいね、パッションレッド2両セット。急にこのしず鉄さんのやっぱガラッと変わるよね、雰囲気がね。新車両入ってさ、いいよ、かっこいい、スタイリッシュなね、通勤車ですよ。チク、それいいね、なにそれ、ね、警察署だね、大きいね、大きい警察署、いいですね、すごいね、本当になんか
そのままちっちゃくした感じだね。情景かもの荷物だって、細かっ、すごいね。いろいろ、こういうところに置いたりとかするんだね。工場みたいな、トラックターミナルだって。さっきのあの京葉臨海の買ったらね、今度買いたいよね、コンビナートとかね。ほら、だってすごい、こういう感じでできるんだもん、コンビナート各種。なるほどね。びっくりした、今これなんかまだ制作段階なのかなと思ったら、わざとだ、建築中の建物 A2 と B2。 面白い、これかわいいよ、すごい。うわー、盲点ですね、これね。まさかこんな建設中のものが出るなんて。さあさあさあ、ここは、お、なんかいろいろまあフィギュアとかもありますけど、出ました、トミカリミテッドヴィンテージ。これが新しいやつですね。これ実はもう予約しました。これいいんだよね、面白いの。ほら、上にトミカ乗せられるの、これいいんだよ。ちっくん、これ何？そう、日産 GTR。 そうなんです、プレミアムエディション2017モデルだって。かっこいいね。かっこいいね。バスもいいね。赤と定番の白。バス、あ、新規バスだ。ね、いるね。これ前あれ買ったね、国際工業バスね、の同じシリーズかな、このサイズ感。ね、あれ良かったんだよね。新規バスもいいね。ダットさんね、私好きなんですよ、ダットさん。ダットさん。愛車遍歴でね、伊藤志郎さんが、まあ、これじゃないかな、乗ってましたね、ダットさん。この今展示されてるの、触っても大丈夫ということで、ちょっとね、触らせていただきます。おー、あ、すごい、ちょっと、ほら、すごい、わー、そうだよ、このここに車が乗るので、こうやって運んで、プップー、だからちょっとなんか乗せさせてもらう？じゃあ GTR 乗せさせてもらう？ GTR こう乗ってプップー運んで、着きましたで、よいしょ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 、シュイー、 OK、 すごい。 GTR もいいね、ミテッドヴィンテージの細かさと高級感。わあ、楽しみだね、これね、来るのね。さあ、ということでね、この新製品の、展示会に参加させていただきました。いやー、ちょっと欲しいな、京葉臨海とかね、あとあの新システムね、制御システムとか、本当にたくさんね、次々に毎月のように新製品出されてますので、ぜひぜひ皆さんもチェックしてね、予約したりしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、トミーテックさんの新製品展示会でした。ありがとうございます。いいですね、鉄道娘さんも一緒に。立石あやめさんです。